アンジェリーナ軍はアメリカ合衆国テキサス州の東部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は8万6771人であり、2000年の8万130人から8.3%増加した。軍庁所在地はラフキン市であり、同軍で人口最大の都市でもある。アンジェリーナ軍は1846年に 中道チェス軍から分離して設立された。軍名はスペイン人選挙士団を助け、選挙士からアンジェリーナと名付けられたハイ内属インディアンの女性にちなんでいる。アンジェリーナ軍は2006年11月の住民投票でアルコールの販売が許可されるようになったウェットの軍である。ただし、バークという小さな市のみが2007年11月に禁止軍に戻った。 アンジェリーナ軍はその全体で、ラフキンショート試験を構成している。アンジェリーナ軍庁舎前の兵士の像アンジェリーナ軍、軍庁舎前の噴水アンジェリーナ軍となった地域で、最初のイギリス系開拓者は、スコットランド・アイルランド系のものだったとされている。土壌が良くなかったので、綿花栽培農家や奴隷は、軍内に入ってこなかった。開拓者は、ジョージワ州、アラバマ州、 ミシシッピ州の同じように不毛な地から来ており、松林や川の下や部から土地をひねり出す。以上のことは望まず、おそらくは丈夫な牛の不揃いな群れを育てて、ニューオーリンズの市場に追っていくくらいが関の山だった。少しばかりのウィスキーを醸造することや、ネチェス川やアンジェリーナ川でバス、ナマズ、スズキを捕まえ、陸地では、罠や銃で捕まえられるものなら何でも捕まえて、 生活の足しにした。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は864平方マイルで、あり、このうち陸地802平方マイル、水域は63平方マイルで、水域率は7.28%である。レッドタウンのミッショナリーバプテスト協会以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。 アンジェリーナ軍保安官事務所が軍の法執行機関である。2011年時点でアンジェリーナ軍麻薬取り締まり班はアレンヒルト・トム・マシューズ各巡査部長になっている。この部門は麻薬取り扱い者から押収した品物から資金が出ており税金は使われていない。ヒューストンプレスのジョン・ノバ・ロマックスはアンジェリーナ軍の住民が過去も今も 自己満足的な性格があり、その手で品物を手に入れ、あからさまに正直で、あらゆる中央権限を信用していないと語った。1861年、アンジェリーナ軍住民投票で合衆国からの脱退に反対を決めた。東テキサスでは反対した唯一の軍だった。ロマックスは、その投票での得意性は20世紀を通じても、 続いていたと語った。アンジェリーナ軍は、ラフキンからのリベラルと自らを位置づけた、政治家、チャーリー・ウィルソンの権限の基盤だった。昔の犯罪者は密造酒の売り場を作った。1970年代頃には、大麻の農場を作る犯罪者がいた。2011年時点で主要な薬物取扱いは、メタンフェタミンの取引になっている。 アンジェリーナ軍麻薬取締班のアレンヒルは土地のメタンフェタミンの取引は軍内を通る薬物の運びやクラックコカイン及びヘロインよりも害を及ぼしていると語ったヒルによればヒスパニック系の多くの薬物業者がクラックコカインや粉末コカインの代わりに麻薬カルテルで作られた輸入品アイススタイルのメタンフェタミンを売るようになった薬物業者の多くは メキシコの麻薬カルテルあるいはマラサルバトル茶のようなギャングの下請けをしていると語った。アンジェリーナカレッジが軍内の学生を受け入れている。スティーブン・イエフ・オースティン州立大学が近くの中道チェス市にある。アンジェリーナ軍の公共教育は下記の独立教育学区が管轄している。現在計画中のトランステキサスコリダーの t t c 十九。 路線が群内を通ることになる。ありがとうございます。